すすやみの章、起死回生の策。ここは。よう、これで全員お目覚めか。いや、いい朝だな。いや、今夜かな。ユーリス、あなたという人はやはり賊は賊、信じるに値しない愚物ですのね。なんとでも言えよ。そういうことは言われ慣れてるんだ。言えよ、そろそろ。お前らの狙いは何だ？アルファルドはどこにいる？これから何をするつもりだ？いっぺんに聞くんじゃねえよ、めんどくせえな。こっちにも都合が。まあいいか。あの人は崩壊の儀を完全な形で再現しようとしている。で、今その準備の真っ最中ってとこだな。崩壊の儀って結局何なの？誰かを生き返らせでもしたいわけ？崩壊に4人の使徒の血を捧げ、死者の魂と肉体をこの世に呼び戻す儀式だそうだ。995年前、聖セイロスが行った儀式では、崩壊に捧げる血の量が足りなかった。だから儀式は崩壊した。その後のことは知らねえが、とにかく枢機卿は書物を読み解いて、そういう仮説に至ったらしい。呆れた執念深さで何年もかけて、途絶えたはずの紋章を持つ4人を集め、ボルフクラッセとして自らの監視下に置いた。全ては儀式を成功させるためにな。つまりは私たちを殺して血を絞り取ろうというのですわね。そんなこと絶対に許しませんわよ。私はこんなところで死ねないのですから。ふーん、なんか痛そうだね。嫌だな、そういうの。君は平気なわけ？四使徒の血ってことは君も死ぬわけじゃん。ああ、そうなるな。はあ、俺は心底がっかりしたぜ。お前のことを見抜けなかったてめえによ。死にてえなら俺がやってやるよ。ふざけて踊ってんじゃなければな。勝手なこと言ってんじゃねえ。ドブの底で泥水すすって今まで生き延びてきたんだ。ほんと、誰が死にてえなんて思うかよ。なら、なんであんな奴に従ってる？命をドブ底に捨てる理由は何だ？決まってんだろ。命より大事なものを守るためだ。大事なもの？ユーリス、君はよほど罰を受けたいようですね。なんだ？脅してるつもりか？罰だろうが折檻だろうが、こっちとら慣れてんだよ。知っていますよ。君は体一つで貧民街を生き抜き、成り上がった。君自身にどんな罰を与えたところで、君の心を折ることは難しいでしょうね。となればやはり君の母親や仲間たちに始末をつけてもらうしかありませんか。それが守りたいものか。アルファルド様、あなたは一体何をしたいのですか。どんな犠牲を払っても蘇らせたい人がいるのです。君たちにもいるでしょう。蘇らせたいものの一人や二人。それは、だからといって他者の命を踏みにじってまで。誰を犠牲にしようと私は厭いません。彼女を取り戻すためならば。その女は死んでるのか。ええ、今はですがね。
アルファルド、きっと後悔するぞ。元より承知の上ですよ。彼女さえ取り戻せるのなら私は何も求めない。それからユーリス、私の目の届かぬところであれこれ画策していたつもりでしょうが、セイロス騎士団ならば動けませんよ。今頃別の任務に追われているでしょう。ああそうかい、そいつは残念だ仮にも聖職者がそんな悪い顔をするなよ、似合わねえぞ。ユリ、ハピなら。待て、まだ早い。さあ儀式に取り掛かりましょう。彼らを指示した場所へ運びなさい。血を流させるのです。そうすれば血の生み出した魔力が後輩へと流れ込む。本当にあんたってやつは愚かだよ。君はよく働いてくれました。ボルフクラッセの動向を逐一報告してくれた。最後に言い残すことがあるのなら聞いてあげましょう。そんなもんはねえよ。俺様はここでくたばるような小物じゃねえ。俺はな、ただ待ってるのさ。待っている。湯が舞い降りる音をな。空来るぞ。鐘の音。このような夜更けに、なぜ？白銀の騎士たちが牢から罪なき者たちを解き放った合図だ。あんたが捕らえて隠していた俺よな。なぜその場所を？いや、そもそも騎士団は言ったろ、あんた本当に悪役面が似合ってないってよ。俺が捕まる原因となったあの掃討作戦の立案者もあんただったわけだが、やり方がずさんだったな。俺だけじゃねえ、レア様にもおかしいと感づかれちまった。あんたが俺を支配下に置く前からすでに俺はレア様と取引していたんだ。あんたが何かを企んでるなら調べてレア様に報告するようにな。だがあんたは俺の身内を人質に俺の行動を縛った。ボルフクラッセやアビスの連中の首にまで縄をかけて俺が裏切らないようにした。さすがの俺もレア様に全部伝えることはたったよ。仲間の命がかかってるからな、誰も頼れねえとなっちゃ自分の力でどうにかするしかねえ。だからあんたに従うふりをしながら俺の家族を仲間を救う機会をずっと伺ってたのさ。この砲杯の儀に備えてあんたがこっちに戦力を集中させるその日をな。正真正銘の悪党と馬鹿し合いをするにはあんた少しばかり人が良すぎるんだよ。なるほど、君は私より一枚腕だったようですね。ですがそれがどうしたというのです。儀式を妨げるものはもはやありませんよ。君たちは死ぬ、もう間もなく。そううまくはことが。はっこばねえ。うわユーリス、お前本気で縛り上げてやがったな。悪いな、お前なら切れ目さえ入れときゃ適当に引きちぎってくれると思って。たく無茶言うぜ。こちとら血を抜かれてフラフラだってのに、おかげでこんなに時間がかかっちまったろ。お前はもう少し相手を思いやってだな。話についていけませんけれど、とにかく私たちの縄もほどきなさい。自分で頼むぜ。さっき沈黙の魔法は解いておいたからな。あ、
あら、本当ですわね。自由になったのはいいんだけどさ、なんかこれまだ血を吸われてない？この日のため私は万全を期した。資材も紙幣も全てを投じた。崩壊の儀は止まってはいない。4人が逃げ出さぬよう囲みなさい。拘束は解いたというのになぜ止まらないんですの？こいつは、ああ、予定外だ。まずいな。笑っている場合ではありませんわ。私たちの命が吸われているんですのよ。待て待て、焦るな。予定外にも備えるのが俺ってもんだろ。なるほどね。俺にも秘策の足音ってやつが聞こえてきたぜ。ギギ、すでにいろいろ危なそうなんですけど。これが崩壊の儀。何が起こっている？聖廟の奥に向かって魔力が流れ込んでる。4人に血を流させ、それを力に変換して。
血が流れすぎじゃない？なんてやる気のそがれる儀式なんだ。私たちのそばにある魔力の渦に乗って荒廃への流れを阻害してくださる？そうすれば荒廃の儀は止まりますわ。どうやら私たちでは四使徒の紋章が反発し合って渦に近づけないんですの。俺たちも手伝いてえところだが、この傷じゃそう無茶もできねえ。悪いが頼むぜ。はいはい、任せて。切り込むか。私ですか。か弱い私に負けちゃう。まだまだか弱い乙女ですよ。私の力見せてあげる。ぼちぼち動くか。私ですか。やっ、てい。切り込むか。私の力見せてあげる。ぼちぼち動くか。はい、頑張ります。それはっ戦いの空気苦手だ。一丁やりますか。札を切るか。今金の落ちる音が。気のせいか。
い食わせてやりな。コンスタンツ・フォン・ヌーベル、行きますわ。これが資源の崩壊の力。信じられないほどの力が溢れている。崩壊に守られている私たち以外は無事ではいられないでしょうね。敵も味方もお構いなし。とんでもない儀式じゃない。止めなきゃ。運じゃない、必然さ。うまく。はいはい、任せて。ぼちぼち動くか。ため息つかせようとしないでくれる？最高ってことにしとく？はいはい、任せて。するだけで強くなれたらな。焦らず戦おう。いい勝負ができたね。一歩前進かな。切り込むか。気は抜けない。私ですか？今金の落ちる音が。気のせいか。暴風厄災、好きに呼びな。流した汗の分だけ強くなるもんだ。一丁やりますか。ま、悪くなかったぜ。
本気出しちゃったじゃない。まだまだか弱い乙女ですよ。はい、頑張ります。私の力見せてあげる。援護します。見なさい。予想通りの結果ね。私は強くなるわ。危ないんじゃありませんこと。喜んでる暇はない。面白くなってきやがったぜ。帰って休みて。悪いな。ぼちぼち動くか。ねえ、これ以上戦わせる意味ある？注意して動かないと。柄じゃないんだけどな。戦いたくなかったんだけど。
次行くぞ、次。さて、この力をどう使ったもんか。やるまで力の差が分かっ。よくやった。いや、次の敵に備えないと。ヒルシクラッセを甘く見たか。コンスタンツ・フォン・ヌーベル、行きますわ。研ぎ澄まされた一撃でしたわ。これは悪夢、早く起きなくては。はい、任せて。やれやれと。危ない。最高ってことにしとく。引き際を間違えるなよ。礼はするぜ。今金の落ちる音が。ありがとな。まずいですね。彼らを止めるのです。ため息つかせようとしないでくれる？彼女がよみがえるまであと少し、あと少しのところまで来ているのです。儀式を阻むというのなら誰であろうと許しはしません。
儀式がこれでは失敗して、めんどくさい儀式だったが防げたようだな。あとはアルファルドさんを倒す。こうなったらもはや誰の血でも構わん。お前たちを撃ち、その血で強くなれる。血を流しすぎたか。アルファルド様、覚悟なさい。この代償は高くつきましてよ。彼女が蘇りさえすればどれほどの代償を払おうと構いませんとも。君までもが私に剣を向けるというのですか。ここにあるのは君の母の亡骸、取り戻したいとは思わないのですか。先生の母親だって、苦し紛れの揺さぶりか。いいえ、紛れもなく君の母親の遺骸です。騎士団長ジェラルトの妻であり、21年前に亡くなった修道女。20年以上も前に死んだ者の体が少しも朽ちていないなど信じがたいが。ええ、彼女の姿は生前と何も変わらない。まるで魂だけが失われたかのように、他の人のものと異なる作りをした体なのか、何らかの術で保存されているのか、いずれにせよおかしなことばかりです。違いますか。私は10年前のあの日、
地下で彼女の遺体を見つけたその時から、彼女の死の謎を解き明かすこと、彼女を蘇らせることのみを考えてきたのです。そこまでです、アルファルド。レア、彼女を殺したのは貴様だな。21年前、彼女が泣かぬ赤子を産んだあの日、彼女に何をした？なぜ彼女の遺体が残っている？それを語る言葉を私は持ちません。ですが一つ伝えておきましょう。自らの命を犠牲にし我が子を生かす、それを選んだのは彼女自身でした。私は彼女の意志を尊んだ。そのことに偽りはありません、アルファルド。私にとってはあなたも彼女と我が子同然に思っているのですよ。もう無意味な行為はおやめなさい。どうして貴様の言葉を鵜呑みにできる？どうして貴様を信じられる？こうして彼女の遺体が目の前にある事実に語る言葉がないなどとほざく貴様を。レア、貴様に用などない。私のすべきは儀式を完遂すること。アルファルド、おそらくまだ近くにいるはずです。ええ、放ってはおけないわ。すぐに追うわよ。ユーリスたちはどうする？その様子かなりの深手に見えるが。俺様はそんなにやわじゃねえよ。むしろ血が減ったおかげで頭が冷えた。おお、そうだな。じゃなきゃ今頃たぎった血が俺たちの頭から漏れてるところだぜ。私をあなたたちと一緒にしないでいただけるかしら。気分は最悪ですのよ。ですけれど、この一件私たちの手で決着をつけねばなりませんもの。ハピもやるよ。きっとこれが最後だし。よし、心は一つってやつだな。とその前に、ユーリス、つらかせ。バルタザール。なぜ俺たちに言わなかった？すまない、俺はお前らを利用した。こうしなきゃ絶対に誰かが死んでいた。それが俺の身内だったか、ボルフクラスやアビスの連中だったかは分からねえが。私たちがそれほど信用できなくて？あなたという人は本当に水臭いですわ。別に利用されるのはいいんだけどさ、先に相談しといてよね。まったく。お前が人質を取られて大変だって事情はよく分かった。仕方ねえ。だが仲間だろ、俺たちは。背中を預け合って戦う戦友だ。ああ、本当にバカだったよ俺は。ありがとう、お前ら。さて、バカへの説教は一旦終わりだ。もう一人のバカを殴り飛ばしに行くぞ。もちろんお前も手を貸してくれるよな、先生。気持ちいい返事だな。じゃあ行こうぜ、ボルフクラッセ。大修道院で生まれ育った私にとって、彼女こそがこの世界の全てだった。共に学んだことも共に歩いたことも、彼女との記憶は何もかもが眩しかった。それが彼女の幸福だというなら、私は
その門出を笑顔で見送ろう。それが彼女の幸福だというのなら、彼ならばきっと彼女を笑顔にしてくれる。私はそれでよかったのだ。修道院という閉じた世界しか知らぬ彼女に、彼は広い世界を与えた。目を輝かせて彼の話をする彼女を、彼と婚約を交わしたと微笑む彼女を、彼の子を身ごもり幸福だと私に告げる彼女の笑顔を、君の笑顔を遠くで眺めていられれば、私はそれだけでよかったのだ。21年前、彼女は息を引き取った。愛した男との間に産んだ子の顔をその目で見ることもないままに、葬儀がしめやかに行われ墓地に埋葬される彼女を、私たちは見送った。彼女の物語に終止符が打たれ、そこに疑念の余地はなかった。10年前、私がアビスの隠し通路の先で忘れ得ぬ面影の亡骸を目にするまでは。